ない、ワクワク止まらない。ちょっと止めてもらっていい？ワクワク止まらない、ワクワク止まらない。乾杯。おーおー、美味しい。じゃあ、あとしょうちゃん一人でやっといて。いや、カメラ映ってないんだって、それね。いやー、どうしようかな、今日は。さあ、始まりました、少量チャンネル。ちょっとです。よね、少量でーす。はい、というわけで今回はずっと食べたかったフルーツサンドを作っていこうと思います。イエーイ。はい、はい、というわけでね、ずっと言ってたもんね、フルーツサンドが食べたいってね。うん、デザートによし、お酒のつまみによしだと。本当ですか？はい。作れるかな、大丈夫かな。切った時にさ、すごいなんか形できてるのとかやりたくない？そうだね。はい、じゃあ、はい、お願いします。え、これ向こうで待ってるから。ちょ、おかしいだろ。おつまみとか欲しい。待ってるよ。ちょっと待って、一緒に作るんじゃないの。大丈夫。いや、もう一緒に作るよ。はい、というわけで今回用意したのはまず8枚切り食パン。ほう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 。あとね、安かったの種なしぶどう、皮ごと食べられる。しかもさ、マスカットとさ、ぶどうと両方入ってた。よきない？よきない。お手軽オレンジだって。なんかね、みかんみたいに剥けるオレンジが売ってたの。あ、オレンジなのね。そう、美味しそうじゃない。美味しそう。うん、あとキウイ。あー、いいね。キウイを買ってきました。おうおう。これを使って。はい。あ、あと忘れた。デデン。ホイップクリーム。もう、立てるのめんどくさいからもう。そうだね。絞るだけのやつ買ってきました。どうやって作るの？俺全くわかんないよ。できる？挟めばいいんでしょ？え、花柄だよ。挟めばいいんだよ。できるよ。多分いけると思う。じゃあ。じゃあじゃないんだよ。じゃあじゃないのよ。じゃあまぁちょっとやっていこうぜ。はい。あのさ、こう、パンあるじゃん。これ派、これ派。量の作りやすい方にして。これ派か、これ派。多分ね、これの方が、切りやすそうな気がするよね。うん、これの方が。ね。うん。じゃ、これでちょっとやってみようかな。うん。だー。やってきた、だー。終了。やっていこう。ワク、ワク、止まらない。ワク、ワク、止まらない。まずは、どうなんだろう。あ、ごめん。まずはさ、先にこれクリーム塗っといた方がいいのかな。クリーム塗って、フルーツ乗せてクリーム塗ってだと思う、多分。そうだよね。クリームを塗ってみよう。耳ありでもいい？うん。真ん中で切るから、多分ね、これ真ん中にこういう感じでさ、はいはいはい、並べてったらさ、切った時にさ、うん、いい感じになりそうじゃない？食べた時にもちゃんと横にぶどうがあった方が美味しいから、うん、あ、もうお花ではないのね。あ、これはね、あ、これはね、うん、なるほど。お花はみかんの方で作ろうかなってちょっと思っている、うん、で、ちょっとね、ラップにくるんで、うん、冷蔵庫で冷やすといいらしい。これ向き間違えないようにしないとあれだよね。うん。これラップしてこの向きね、うん、これで冷蔵庫でちょっと5分くらい冷やしまーす。はい、はーい。そしたら次キウイをちょっと皮むきました。これで花の葉っぱと茎を作ろうと思う、うん、というわけで考えました。これを一旦3等分にスライスしてみます、うん、で、これが茎、うん、で、この横がほらほら、こうやったらさ、うん、花にピンと赤くなるんで、ちょっと組んでいこうかなと思って、うんうんうん、花は、はいはいはい。この、オレンジですよ。美味しそう。これでできるんではないかと。そしたらちょっと、組み立てていこうかな。うん、まず食パンに、うん、まず土台となる、うん、このクリームを塗っていこう。うん、ベース。で、待って、こう切るから、まずこれ葉っぱね。ふぃー。で、もう最後に、うん、隙間を埋めるように。うんうんうん、すごいなこれ。で、はい、最後に、うん、これを重ねて、うん、ラップします。なるほど。出てきる方向間違えたら面白いよね。よし、うん、そしたらこれもちょっと冷蔵庫で寝かせよう。うん、ひょうにょ。やっぱり喧嘩しました。してないじゃん。もうやってられない。やってらんに。やってらんに。いや、もうチューすれば許されないよ。チューしとけば許されるチャンネルじゃないです。いやー。俺、許されるって聞いてるんだけど。許されないの？許されません。みんな許してくれるかもしれないと
俺は許されるまで。なんで喧嘩なんかしないじゃないのよ。俺はなんで怒ってんの。2つともお花サンドにする予定だったの。あ、2つとも。そんな聞いてないけど。だから俺やるって言ったのに。だって翔ちゃんできるの。できるよ。じゃあカットは翔ちゃんやって。でカットは誰でもできますから。いや、カットの方が難しいんだって、きっと力加減とか。うん、まあ翔ちゃんの力を見せてもらおうかな。うん、天ぷら食いたい。なんだって。天ぷら食べたい。じゃあ俺焼き鳥食べたじゃあ俺どうすんの。え、あれもう食べる。やば、今日なんか丸坊主みたいな感じ。丸坊主じゃないじゃん、別に。何丸坊主ってどういうことよ。終了。これは、ぶどうさんですね。いきますよ。ぶどうさん、縦にね。はい、いきますよ。はい。せーの。せーの。あー、あ。なんとも言えない。なんか片方に寄っちゃったかな。真ん中が切れてなかった。でも一番上のここだけ綺麗に切れたね、ここ。そうだね。うん、まあ、はい、オッケー。はい。はい、続いて。はい、続いて。いや、こっちが本番だから。こう立てる。こうだね、こうだね。これは多分、真ん中にちゃんと置いていたら、うん、ちゃんとなるはずです。ちょっと左寄りかもしれない、なんかそれ。もう、翔ちゃんにかかってっから、これ。いやー、はーはー、もうこれ、真ん中で平気？ちょい左かな、ここ？そこら辺がなんか一番盛り上がってる気がする。うん。本当に？お願いします。ここでいいの？真ん中じゃないの？真ん中だとちょっとあれな気がする。ここね。うん。嘘。見て。いくよ。うん。じゃん。あーこれ。まあいいか。おそうか、みかんの向きが違ったのか。まあ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 。まあまあまあ、でもなんか、うん。美味しそう。美味しそう。イエーイ、できた。ありがとう。食べよう食べよう。食べよう食べよう。ひょにょ。というわけで、食べていこうと思います。はい、思います。完成しました。改めてね、うん、見てもらおう。じゃん。じゃじゃーん。みかんの向き間違えました。これね、ぶどう。クリームが多かったかな。はい、ね、食べよう。いただきまーす。これじゃあ、ぶどう食べようかな。どう？うん。すごいね、クリームの量がすごいね。うん。おいしい？おいしい。うん。うん。おいしい！よかった。うん。味は最高だな。うん。やめてーよー。かわいいって。やだ。うん、キウイ合う合う。うん、うん、やっぱ美味しいですね。うん、このね、ぶどうもね、すごいね。うん、美味しい。うん、しかも、皮ごと食べれてね。うん。種なしだからね。いいね。美味しい。うん。高らかしたら育ちは。それが違うんだよな。ほんと？うん。うん。うん、うん、ぶどう美味しいよね。美味しい。これね、でも結構ね、うん、食べるのがあれかも。めっちゃ美味しいよ。ぜひやってみてほしいな。うん、うん、ちょっとね、断面はね、うん、ちょっと失敗しちゃったけど、味はもう本当にバッチリ。もうあれだもんね、素材がいいからね、全部、うん、そうそうそう、うん、いろんなね、フルーツを加えて、やってみたらいいと思います。うん。うん。うん。完食。まだフルーツたくさん残ってるから、うん、しばらく困らないね、うん、フルーツに。よいしょ。うん。いいね。食べっぷりがいいね。うん。うん。あ、大丈夫？終了。はい。というわけで、うん、今回の動画はここまでにしたいと思いまーす。うまかった。うまかったね。うん。うん。うん、また作ろう。また作る。ね。うん。今度は成功させたいね。うん。ちょっとまだ設計図が甘かった。そうだ。うん。はい。はい。というわけで、はい。私も作ってみたいと思っていただければチャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。終了。お腹いっぱい。お腹いっぱいになった？うん。今日晩ご飯どうする？晩ご飯は美味しいもの食いたいな。うん。ああ、来ましたよ。お腹しらないでよ。お腹さすさすタイムなのよ。なんでよ。お腹さすさすだから、やだ。俺はやだ。細い人って。
って思われたいの？いや、わかんないじゃん、カメラの。そうで、俺はわかんないようにしてるの、うん。あえてそこら辺を映さないように頑張ってる際。まあ、全体映してるところは仕方ないんだけど、うん、基本、お腹は出ないように編集してる。いいよ。かわいいよ。